皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストライフヘッドクォーターズ店長の団蔵です。今回皆様にご紹介するのは、ご視聴者様からの、ご質問にちょっとお答えする動画を作ってみました。と言いますのが、このスーツにですね、合わせるアーキテリクスのインサレーションジャケットのサイズ感ですね、それについて、ご質問がありましたのでね、私の、ボディサイズは身長174、胸囲、100センチ、ウエスト80、体重が68、が、まあ、通常なんですが、ちょっと、まあ、ウエスト体重は少し落とし気味になってますかね。まあ、ほぼ、まあ、そういう身長ですね。で、まあ、身長180、体重74の方ということなので、もう少し、気持ち背が高くて、まあ、同じような体型、少し細身ということですから、まあ、自分が S なら M サイズでいいと思うんですかね。で、少しちょっとさっと、せっかくなので、今この FLHQ にある、品物の中からピックアップして全部このスーツにね、合わせてみたいと思いますね。よろしく最後までご視聴お願いいたします。はい。で、まず、インサレーションジャケット、ゴアテックスインフィニウム、ウィンドストッパーですね、カッパフーディ、コダジャケットなんてありますね。はい。あと、ゴアテックスのラッドスタン、パーカーなんていうものを新作でありますので、あと最後にそうですね、セレス SV パーカー、それも S サイザー、あとは、ケッペルトレンチコートなんかもありますね。それをちょっと全部、フィッティングをご覧ください。はい、では、それでコダジャケットはもう、とカッパは M しかないので、自分がいつも使っている、今日も着てきました、コダジャケットの S をまず着てみたいと思います。これはちょっと自分の私物ですよ。で、しかも、今、ちょっとモデルチェンジしてますが、多少、デザインは違うこともご了承ください。はい。はい。いますね。こちらがコダジャケット。S サイズです。私のボディで S サイズなので、スーツを着たままでも結構意外といいんですね。以前はベルクロでしたが、今はホックになっています。どうですか。実際には、ちょっとそのアークの、インサレーションジャケットをスーツに合わす場合は、このように裾はちょっとフラップが出ますが、まあ、どうでしょう、後ろはこうすっと隠れる感じ。これで S でいけます。はい。なので、動きやすくてね、スーツを着た時でもすっきりと着こなせる。これで、そうでしょう。では、コダジャケットの M サイズをちょっとフィッティングしてみましょうか。はい。タグはそのままつけてますね。どうでしょう。はい。M サイズです。いいですね。ただ、少し自分だと、ちょっとガバガバした感じですね。ただ、その、まあ、体型によりますからね。同じような身長であっても、まあ、体重、ウエスト周りがある、あるいは、もっとがっちりしてますなんていう方でしたら、M サイズでも、よろしいんじゃないでしょうか。M でも少し気持ちフラットは逆に出ますね。後ろもどうでしょうか、ね、こちらはコダジャケットの M サイズ。はい。あとは、今回ご視聴者様の、ご希望、カッパフーディーですね。もう S ないので M いきますよ。
いいですね。まあ、もともとこのカッパフーディーは、ビレージャケットとしても、許可が出る。同じようなその、シェル中綿を使ったコダジャケットのタウンユースに比べて、もともとはアウトドアですね。少しなので下系の感じ M であってもフラップは少し出ますね。はい、こんな感じです。先ほどのコダジャケットの M サイズ、まあ、そちらの方が実際には着丈が少し長いようでございますね。後ろはただ、まあ、この裾は、隠れます。まあ、隠れギリまでるのかな。まあ、こんな感じで、まあ、問題ないねっていう方はこれでよし。少しその、スーツのフラップですね、裾が出るのが、好ましくないという方はむしろ、コダジャケットの M サイズどうでしょう。こうですよ。ちょっと動いて静止してみましょうね。ね、もう一度コダジャケットしてみましょうか。スーツにこのベルクロを合わせる、ちょっとアウトドアの、フィット感よりは、私個人的な見解では、コダジャケットの M サイズをその方にはご視聴、ご提案させていただきたいと思いますね。同じカッパの M に近くまして、コダの方がほらフラップの出方、裾、あとはそのホックの袖口、はい、でフルジッパーですね。スーツとしても違和感なくインスタレーションジャケット、まあもともとそのようにデザインされてますからね。はい、自然な、とか、シルエットになったと思います。次いきます。次は、コダジャケットカッパフーディーと違いましてね、ゴアテックスの、シェルに、コアロフトの河川中綿を入れた新作です。ラダスタン、これは、お値段税込み74,800円、サイズ S サイズ、非常に今着てみますとシルエットはタイトですね。はい、綺麗なシルエット、いかがですか。フラップの作りもいいですね。袖口にはフラップすらない、ぴったりとして、このカッティングなんかも綺麗、腕もよく曲がりますね。お値段はまあちょっと、ウィンドストッパーがゴアに変わったかで、細かい仕様、止水ジッパーを使っていたりですとか、質感が、上質になってます。その分ちょっとお値段高いかな。でもいいでしょう、ブラックヘザーカラーで、このゴアテックスのシェルは、ナイロンメインにポリエステルを配合してますからね。なのですごくしなやか、カサカサ音がしないんですね。はい、しっとりとした、着心地、はい、まあこのフラップの出方これぐらいだと違和感がないでしょうね。完全に後ろが出ますよ。はい、でまあこれでワンサイズ上げてもいい。はい、180、74の方でしたら M サイズ、このラドスタン、パーカー新作ですね。 S、M、L の在庫がございます。はい、そして、そのゴアテックスの生地に
河川中綿ですね。前回フィション SV を、ご紹介しましたが、そのフィション SV です。これも実はスーツによく合うんですよ。スタンドカラーでフードがついてますね。はい。そして、なんといっても胸から肩にかけては非常にこうボリュームがありますからね。動きもいいです。ぴったりときて、はい、でスタンドカラーでスッキリとした、形ですね。裾はどうでしょうかね。これもほぼ同じなのかな。はい、カッパと同じぐらいの感じでしょうか。少し、ラッダースタインに比べてなんかパリッとする音がしますね。そのあたりが、ラッダースタインパーカーの、ちょっとナイロンを、ブレンドしてある、シェルのしっとりとした質感、サイレント性と、そのアウトドア仕様のナイロンのシェルのゴアテックス、多少これはその生地感の質感が、違います。はい、どうです。いいですね。でもフィッションにすごい合わせるという方実際にもございます。はい、次はそうですね、ゴアテックスではない、ウィンドストッパーにダウン、ハイロフトな、寒冷地仕様の、ダウンパーカーですね。アークテリクスのダウンの中で最も保温力があります。対比重比で最も暖かいのは、ファイアービー AR パーカー、まあ、今回あのファイアービー AR パーカーも XS からL サイズまで、全て揃っているんですが、まあ、あえて、まあ、スーツに合わせるということ、まあ、着丈の問題でね、それは、なしにしておきましょうか。それよりもセレセスビーパーカーです。特にもう北海道、北に、帯広は確かなんだけどね、札幌も含めてね、車からパッと降りたときに外に出る、ね、そういった時にはこれぐらいの保温力があっていいですね。これも中のダウンがよく動く、はい、表のキルティングはあんまりモコモコしないですからしっかりですね。ちょっとウエストは実はしっかりですね。これは十分な使ってもらわせてもいかがですか。はい、ですからスーツに合わせる場合は、感覚でいくと、ラッダースタンパーカー、コダジャケットでもっと保温力を求めるんでしたら一気にダウンにいってしまうセレセスリーパーカーなんかもいいかもしれません。どうでしょうか、ね、まあ、とかなかなかね、スーツに合わせようなんていうもの、その機会がないもんですからね。今回あえてちょっとスーツをね、着用してフィット感を作りました。今度は、最後にね、中綿じゃなくて、まあ、実際に、まあ、関東、関西も含めてね、北海道もまあ悪くないんですよ。そんなに極寒のね、マイナス5度以下っていうとちょっと中綿があってもいいかもしれませんが、実際にまあそのスーツもね、あったかいので、ね、中のベースレイヤーをしっかり保温力を上げておけば、はい、スーツにゴアテックスの、コートなんていうのも一応少し裾を開けて、ね、ケッペルトレンチコートですね。これ意外とお値段安いです。6万円消費で6万6000円です。どうです、動きもいいですね。スッキリとして、はい、これだけスッキリしてるジャケットは秋
げてても綺麗ですね、シルエットが。はい、襟を立ててみましょうか。ですからカジュアルなシーンでも着ますし、スーツを着た時にもこのケッペルトレンチコートは非常に使い勝手がいいです。どうでしょうかね。で、スーツもう一つ、スーツを着た時に意外とこの首元、カシミヤのマフラーなんかもいいですかね。あえて、はい、これです、ね、アフガンマフラーですね、はい、シュマーク、この辺りをスーツにつけるなんてすごくかっこいいと思いますよ、ね、どうです、これから、はい、サウジアラビア、イスラエルなんかにもね、ご商談に行く方もあるかと思いますね。はい、シマケ、砂ぼこりを、防ぎますが、コットンの粗い、通気性がいいです。乾きも早い。少しね、これは、このようにずらしてまぶって、こんな感じです。スーツにも意外と合うんですよね。いかがですか、はい、これは最後はおまけね。いいでしょう、スーツ。皆さんも、スーツにコートを合わせてみてくださいね。ということで、今回は、アークテリクスのインサレーションジャケットおよびケッペルトレンチコートをとスーツの、フィット感、シルエットを皆様に、ね、ご紹介してみました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました、ね。